吉田さん、藤子不二雄のミノトアルスの皿、なかなか奇想天外でしたよね。まあ、あの視点はなかったとは言いませんけども、漫画で見ることができてね、さらにね、その、ゾッとすると言いますか、人間の不条理を感じた、そんな少年時代でしたね。で、同じ作品の中に、短編集の中に、藤子不二雄さんの、お化けの九太郎って物語があるんですよ。いや、お化けの九太郎っていうのは、別に昔からあった藤子不二雄の漫画でしょうっていうふうにね、思われるかもしれませんけども、 藤子不二雄のお化けの九太郎の数十年後を描いた物語をお化けの九太郎として短編集に入れてるんですよねそうなんですよお化けの九太郎ってのはお化けですから年を取りませんいつまで経っても私たちが幼い頃アニメで見たあの九ちゃんのままなんですよでその九ちゃんがね久しぶりにね人間界に来るんですよ人間界に来て当時一緒に遊んでいたまあなんていう名前かわかりませんけどもねあのー、しょうちゃんと まあ、豚ゴリラとスネ夫みたいなやつとかまたね合うんですよね、えー、そしてお化けの九太郎は大飯ぐらいなんですよ久しぶりに会ったなーって感じでねいっぱいご飯食べるんですよバク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 食べてますそれこそ翔ちゃんっていう当時お友達で子供だったあー、ね、男の子の家で食べるんですけどももうねいい大人になってサラリーマンをやっていてあの結婚してねで家庭を支えている大黒柱なわけですよ翔ちゃんでその翔ちゃんのうちに おおけのがが来てご飯をいいいっっっっぱい食べるからお米があっという間なくなくちゃったんですよねで奥さんは言うんですよ「ちょっとあの Q ちゃんっていつまでいるのこのままだったらうちの家計潰れちゃうよ」っていうふうに言うわけですよで翔ちゃんは「うん23日いるだろうけどもうちょっと予想見てよ」って仲良しなんだからさみたいな感じで言うんですよねでそれをあの隣の部屋で聞いてるお化けの Q 太郎はちょっとね聞いてるんですよねでギョッとするわけですよあれと昔はご飯をいくら食べていても怒られなかったのに 食べ過ぎると、あこううなっちゃんんだみたいに気づくんでで、すよで。それは私たちにも当時子どもの頃ご飯をたくさん食べていた子どもの立場だった私は子どもの頃のしょうちゃんにそしてきゅうちゃんにね感情移入してますからご飯たくさん食べろって思ったんですけども稼ぎとして稼ぎ手としてね自分の子供が大飯ぐらいの子供を連れてきて居候させてるその状況っていうのはちょっと異常だよねと思うんですよ。しかも飯食いすぎてね、 ご飯がどんどんなくなっていって、お米代がかさんでいくことがからだ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 かだからという理由で、うちで養うのはどうかなっていう視点になってくるんですだからだから人間ってからだ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 ことなんですよね。で、からだからだけはだを取らないらでその意味が分かってかげられならてなんでご飯食べたらこうらるんだろうだれらだももからだ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 かもだから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 ね っていう風に感じるんですよねまあ、それから他の友達にしてもそうなんですよ当時幼い頃一緒に過ごしたその他のね静香ちゃんみたいなことをスネ夫みたいなことをジャイアンみたいな子が集まってね楽しむんだけどもあの将来大人になっても大きくなってもこの子供の国子供の島っていうものをね大切にしようよみたいな感じで誓いを立てた旗を持ってるんですよねそしたら串口にそうだな懐かしいよねあの時代がでも今はこんなことやってらんないよねっていう風になってあれほど強い誓いを立てた その子どもの島子どもの国そういったものの思想をみんな失ってしまったんですよねでお化けの九太郎はポツンと空き地に取り残されてそれぞれの家に向かって帰っていくねそういった当時の友達の背中を見送りながら「そっかみんなもう大人だもんね僕と遊んでらんないか」ってことでお化けの九太郎がなんでねそのストーリーを終えていったかっていうとみんなが成長したからなんですよね。 子供の頃に見えていたお化けの九太郎が大人になってくると見えなくなっている。それは何でかっていうと、お化けの九太郎が遊んでくれない友達と握りをつけて去っていったんですよね。そして九太郎がいなくても忙しくってもしくは楽しくってしょうがないこの世の中に人間たちはお化けの存在を遠く遠くへ排除してしまった。そんな形なのかなと思います。水木しげるさんも昔はね、 妖怪の物語をたたくさん書いてましたで私たちはなんか夜道を歩く時にね誰かがついてきてくれるような音を感じたりとか怖さを感じたりとかしたんですよねでもだんだんと森は切り開かれてどんなところにも人間が住むようになってどこまで探しても不思議な人っていなくなっちゃったんですよ妖怪を見る機会が減ってそのうちに妖怪は私たちの人間界を去っていったのかもしれませんねそう考えていくと妖怪ブーム魔法ブームそういったものが だだんだん失われていくのは子供の心を失ってしまった私たちの姿そのものじゃないかなというような気がしますね。いっってらっしゃい